法内配線ズクロスナ信号場は、千葉県千葉市稲毛区ク,クロスナ台にある、東日本旅客鉄道総部本線の信号場である。稲毛駅より、西千葉駅方向に約 1.0km にある3線の信号場。以前は、千葉駅にある、信号国所で、制御されていたが、現在は、東京総合指令室での制御となっている。 本信号場は総武快速線に設置された信号場であるため、隣の西千葉駅構内にはホームがなく、西千葉駅方向の路線上の隣駅は千葉駅である。長大編成の電車が往来するため、比較的長い構内となっている。構内配線図の通り、本信号場は上下本線中線の複線対比型信号場である。ATSP 導入前の解説であるが、 当初より安全側線は省略されている。回送列車の太平や千葉駅発着の列車折り返しに使用されている。本信号場がある場所は、位置的にかつての千葉起動車区があった場所である。北総三線電化時に千葉起動車区は廃止され、その後地は長らく利用されないままであったが、総武快速線が千葉まで延長されるにあたり、その一部敷地が快速線と、 本信号場に再利用された。なお、定期ダイヤでの一般旅客列車の設定はされていないが、2011年まで、毎年1月1日運転の成田山発初で号の一部列車が、それぞれ、千葉駅で客取り扱いの後、一旦本信号場へ入線し、折り返して再度、千葉駅で客取り扱いを行い目的地へ向かっていたが、2012年は各線とも、千葉市発、 終着となり、東進号所へ入線することはなくなった。ただし、一部団体専用列車はここで、一般旅客列車の通過待ちを行うことがある。市街地ではあるが、高架上に設置されているため、地上からは確認することはできない。ありがとうございます。